九州の玄関口 JR 博多駅。そこから車で15分ほどのところにあるのが国際貢献専門大学校です。おはようございます。おはようございます。毎朝元気な挨拶とともに国際貢献専門大学校の一日は始まります。グローバルキャリア日本語教師養成学科は、国内外でニーズが多い日本語教師を目指す学科。海外での活躍を見越して英語だけでなく中国語も学ぶことができ、3カ国語を使いこなす日本語教師になることができます。将来の起業家を養成するのが国際ワーキングスタディ学科。授業で習得した知識をビジネススキル実習で生かすことができ、実際の企業での就労体験が単位認定されます。今やビジネスに欠かせない IT 技術、この学科では IT を基礎から学び使いこなす能力を身につけます。 IT スキルと語学力でオフィスワークのプロを目指します。先生が熱心に教えてくれるのが楽しいです。将来ベトナムの関係会社に就職したいです。先生たち優しいです。で、友達もいろいろな国の友達がいるので楽しいです。将来日本語を教える教師になりたいと思います。授業以外でも学校内にはさまざまな施設が充実、経験豊富な先生たちが親身になって学生生活をサポートしてくれます。私はいつも頭に入れてるのは、1年道開くと、やはりこうなるんだということを自分に言い聞かせて、で、道は努力していけば必ず自分の目的目標は達せられると考えておりますから、学生たちに常にそれは言っております。初心忘るべからず、そして1年道開くと、開いと一つで星が光るように何か一つできるものをね、やはり身につけてもらいたいと思います。国際社会で大活躍できる人間力を身につけることができる国際貢献専門大学校。世界を舞台に羽ばたきたい若者たちの笑顔に満ち溢れた学校です。